棚橋宏のポッドキャストオフ。はい、始まりました。棚橋宏のポッドキャストオフです。はい。今日もね、はい、滑舌よく、はい、元気よく、はい、機嫌よく。お、機嫌も。機嫌もいいですよ。お、機嫌はいい。機嫌も。ちょっとでもね、今日僕生まれてからね、不機嫌になったことないですからね。不機嫌ですではないと。なあ、もう本当に。ね、そういうレッスンもいますけど。もうね、ちょっとね、もう早速ね、横道それますけど。横道。不機嫌、不機嫌になってる時間って、もったいなくないですか？はい、あらいいこと言いますね、また。はい。そうだったら、パッと切り替えて、はい、忘れろ、パッてやって、次に進むというかね。これいい言葉。まあでも、その何か不機嫌になった原因っていうのはきっと悔しいことなので、はいはい、そうですね。それをエネルギーに転化できればいいんですけど、まあこの話はいいですね。いや、いい話ですよ。いい話ですね。はい、僕も最近ちょっとやることあったけど、はい、まあまあね、切り替えが、そう。やっぱり、うん。切り替え上手はね、はい、本当にそうですね。無駄がなくなりますからね。はいはいはい。いや、ただね、無駄ってのは大事なんですよね。あれ俺全問答のような。大丈夫ですかこれ。無駄、無駄、ね、衣食住は、生きていく上に必要じゃないですか。はいはいはい。まあ、それ以外の娯楽だったりとか、ね、エンターテインメントっていうのは、言ったらば人生を充実させるものであって、そうですね。なくてもいいと。まあまあ、はいはいはい。でも、そこに、そこは充実すると、衣食住も、このフィードバックするっていうか、還元できるというか。あ、なるほど。僕はね、これはね、相対性理論なんですよ。なるほど。よくわかんないですけど。なんか相対性理論って言ったら賢いかなと。そうですね。あ、でもいい、あれですね。はい。なんかそれによってまたうん、通常の生活も、豊かになると。はい、うん。まあ、気持ちの持ちようみたいな部分もね、あるかもしれないですけど。あれな、落ち込んでたけども、はいはい、プロレス見に行って、はい、元気出たから、明日仕事頑張ろう。はい、そうですね。これ一例ですよね。私は元気ですと。はい。なんかジブリっぽいですけど。落ち込んでもいたけど、と。はい。そうですね。いいじゃないですか。今日アイドリングトーク乗ってますね。どうしたんですか？はい。なんか、ありました、ちょっと。ツアーでね、ちょっと今回長いツアー。ああ、そうですね。まあ、ちょっと次の。まあ、なぜ長いのかって言ったら、今まで2つだったシリーズが、ガッチャンコし、合体したんですよね。なので、シリーズの間に神戸があるんですよ。そうなんですよね。今までは神戸で、あ、なるほど。でも、もしかしたらそういうね、お気持ちはあるんじゃないですか。なんか、やっぱり、ぐらいビッグマッチというか、で、神戸ぐらいね。一回迎えてしまうと、ちょっとやっぱ、気持ちというかね、一段落感があるかもしれない。うん、でも僕は一段落してないんですよ。そうですね。なんでかっていうと、神戸で試合がなかったから。これなんか意外なことに結構主力選手出てないですよね。そうですね。海野とか成田とかも出なかったですね。出なかったですし、ちょっと。まあ、神戸から新しい外国人選手がバッと一気に来たんで。ちょうど入れ替えの大会というか。そうです。オスプレイ選手とかはちょっと、また戻って。そうですね。オスプレイ忙しいね。あれ、イギリス帰ってないでしょ？アメリカでしょ？今度またアメリカで。あ、一回帰ったのか。一回帰ってすぐアメリカとかね。そうですよね。いやいや、まあちょっとね、その辺のお話はちょっと次の回でもね、伺いたいんですけども。そうですね。はい。今回は、ちょっとね、秋の両国直前と。そうなんです。この2個のシリーズが合体して、どこに向かってるかというと、その10月9日の、両国国技館大会。そうです。言えた。そうですね。両国国技館は言えてほしいですね。両国国技館は割と難しいくないですか？両国国技館難しいですけど、確かに両国国技館。両国国技館。国技館。国技館がちょっと。僕は苦手です。トラップがね。はい。両国でいいんじゃないですかね。両国で。はい、両国で。全部言わなくてもいい。言いやすい形で。国技館。ね。はい。が、まあ、目前に迫ってるんですけども。そうなんですよ。はい。で、まあ、タイトルマッチとかもね。はい。かなり組まれてって、メインイベントが、まだ決定ではないのかな？そうですね。まあ、ちょっと限りなく、まだ決まってないですね。限りなく、まあ、IWGP 世界ヘビーとなるとは思うんですけども。まあ、ベルトね、まだ持ち去ってるんですよね。イービル選手が今シリーズ永遠と。ねえ。とはね、いろんなトピックありましたが、まあ、神戸とかもね、いろんな事件ありました。うん、ちょっとその辺も逸材に伺いながら。ああ、そうだね。僕解説してていろいろ衝撃受けましたからね。そうですよね。うん。まあ、そして、逸材はネバー無差別記録にタッグで、はい、まあ、田無さん発信的な感じで、あの三人がやってくると。そうですね。のもあるので、ちょっとこの辺をね、はい、いろいろと伺ってみたいんですけど。ね、シェリーとね、はい、セイビンのモーターシティマシンガツ。はい。と、あともう一人ね、はい、ずっと気になってるはい、ヘッドギアした。ジョシュ・アレキサンダー。僕ね、あの人はね、よく海外行った時会場で見かけたんですけど、全然接点がなくて。セイハローもないですか？挨拶はしましたけども、はいはいはい、なんかね、特殊というかね、海外でも、はい、すごい目立つんですよね。あのスタイルも。こう言ってはあれですけど、見るからに新日本向きというか。はい、若い頃の、ヤングライオンの頃の中西さんのような、アマチュアレスリングのね、耳が湧かない用のヘッドギアをしてね。はいはいはい、ってことは、ルーツはアマチュアレスリング出身なんですかね。確実にそうだと思いますね。ね。はいはいはい。うん、で、ちょっと耳がそういうちょっとなんかあるのかな。それでこうヘッドギアなんか耳のカバーなんですかね、あれは。耳カバーですね。はい、耳が湧かないようにね。はい。いやー、ちょっとね、この試合は、うん、モーターシティマシンガンズなんか7年ぶりみたいな、ね、はいはい、書いてましたから。うん、だから、7年前は2015、はい、6。そうですね。あ、そっか。はいはい、いやー、これはね、ちょっと新鮮なカード組まれましたし。そうですね。まあ僕もね、アメリカでシェリーに負けてるんで。そこはやっぱりね、はい、シェリー選手はやっぱそこの、はい、因縁があってっていうのはあるでしょうし。はい、でもシェリーって聞くと、はい、尾崎豊浮かびます。あれ今更ですかこれだけ戦ってて。こういう書いてますね。はい。あ、本当だ。シェリー。はい。いつになれば。はい。でもこれダメだ。音楽ね、はい。歌うとね。まあまあ。権利関係、ね。今ぐらいの短さだった。大丈夫ですかはい。ビートルズの後結構すぐ来る。危ない。すぐやってくるらしいです、ね。偉い人が、たちが。君たちと。そうなんですよ。はい。アレックス・シェリー。まあ、シェリーですね。うん。シェリーは名曲ですよ、僕もね。はい。カラオケとかで行かれるんですか、シェリー。いや、もう行きます。あ、行くよ。はい。尾崎豊。はい。ああ、15の夜ではない。いつになれば這い上がれるのだろうか。もうだいぶ這い上がってますからね。まあね。はい。うん。なるほど。レジュメにね、書いてるとこれ言いたかったっていうことなんでしょうけど。まあでもね、はい、結構防衛も重ねてきましたし、ネバー無差別。そうなんですよ。ね。本当に。しかもなんかこうちょっとどんどんドリームチームと、うん。やるようなベルトになってきていて。そうですね。コンビネーションがね、はい、増えてきてるんですよ。はいはいはい。昨日も、はい、まあ、なんかこう、3人で囲んでね、バンバンバンってやって、はい、ね、それぞれ僕が飛んだり、岡田がレンメーカーしたり、石井さんがね、垂直決めたりっていう、もういろいろそれぞれのパターンがあるんですけど、はい、昨日が、はい、所沢。はい。はい、囲ぶじゃないですか。一対三で。まあ、それでは、プロレスのね、ファジーな部分なんですけど、ね、反則5秒以内っていうね。田無テイク行って、テイクドロップキック。テイクバーン、最初行ったんですよ。で、岡田が、顔面ブーツ行って、ふらーっとなったところに石井さんが、後頭部ラレットバーンってやって、僕のもう一回来たんで、張り手バーン行って、すごいですね。で、それをフラッとなったところを岡田が担ぎ上げて、前に落とす、バーンってやって、起き上がった時に石井さんがクローズライン、スライディングのリアットボンって、6連コンボ。もうリンチですね。これカバー行ってレフリー叩いてくれるのかなと思いながらでしたけど。なるほど。はい。今6連まで伸びてます、コンボが。なるほどね。やっぱ当初はやっぱ少しね、石井さんとの、そうなんですよ。コンビネーションちょっと不安がね、はい、ありましたけども、はい、今やね、結構もうなんか名タッグじゃないですか。はい。僕が、はい、なんだろう。歩みより。でも、歩みよっていうか、関係性は全然変わってないんですよ。あ、じゃあはい。司会室の会話も。ほぼない。ない。ちょっとある。挨拶ぐらいですかね。挨拶以外は。はい。もうじゃあもうリング上で。そうですね。アイコンタクトで。もう、本当に。はい。はい、僕はね、まあ、せっかく組むんだったら、うまくこう信頼関係も、そうですね。築けたらなという、コミュニケーションも増やせたらなと思うんですけど、ピシャリと。特に歩み寄ってはいないと。ガラガラ。お互いね。ガラガラと。そんなにね。鉄のシャッター。ガラガラはしてないと思うんですよ。まあ、リング上はね、こうガラガラ。勝手口は開いてるんですかね。そうですね。もうちょっとこうね、どうすか、今日暑いっすねとか。はい。いや、でもね、今組んでますけどね、いざ戦ったら、すぐ、シングルマッチモードに切り替えられるようにしてんのかなっていうね。石井さんの、選手のプロレスに対する姿勢というかね、そういうのすごい感じてて。そこはあるかもしれないですね。今はね、こう、ケイオスと本体で、越境タッグになってますけど、じゃあもう戦うことはないのかって言ったら、そんなことはないでしょうからね。G1 とかね、しょっちゅうやってましたからね。いつどこでね、また放送に切り替えるぐらいの。そう。ねえ。いや、だから本当この試合も楽しみです。まあ、この前はね、天山選手、真壁選手、タイガー選手とのね、試合もありましたけど。ありましたね。あれもちょっとね、また天山さんが、すごい。いやー、コーラケンホールが大天山コールに。いやー、そうですね。うん。あれをやられても、やっぱもうしょうがないですよね。そうですね。皆さん天山。まあ、プロレスのね、盛り上がり方、楽しみ方っていうのが、天山選手生きてんなと思ってね。どんな状態ね、もちろん凱旋曲した時に、僕がね、こう、一気に天山ファンになった、もうタフネスの塊のような。ね、橋本さんの垂直落下バンバン食らっても。とんでもない体をしていた。ね、はい。体の厚みのね、あった時があって、怪我で苦しんだ時もあって、今もね、足の状態かながあまり良くなくても、こう、戦い続けるわけじゃないですか。なんかそういうところにね、なんかこのプロレスっていう競技のね、特徴があるかなっていうね。またこう、今の天山選手の生き様をね、ファンもこう感じ取ってるわけですから。そうですね。ね、僕もね、やっぱりこう、2016年あたりから、急にガクンと来たんですよ。あら。膝が。あ、膝。なるほど、なるほど。2015年の、G1 クライマックスか。はいはい。中村。はい。あの辺はね、全然ね、膝のを気にしてないんですよ。ああ、そうですか。で、2018年、イブシとやった時も、あの前後が、一番きつくて。ああ、そうですか。うん。ね、でも、なんか、でも、僕は幸いにしてね、首ではないので、はい。まあ、トレーニングに関してはね。まあ、そうですよね。そうなんですよ。やっぱりこう、天山選手、でかいイメージがあったのに、やっぱこう、首を怪我されて、どっちかな、左が、右がどっちか細いんですよね。はい。まあ、アメリカンのレスラーで言うと、ポール・オンドーフみたいな。はい。やっぱりちょっと首回りとかね、ちょっと少しっていうのがあるので、まあでもそこをね、跳ね返すファイトというか、見せていただいたってありますよね。ちょっとまた話それていいですか？あ、どうぞ。僕ね、インスタグラムで、ポール・オンドーフさんのアカウント見つけたんですよ。あ、はいはいはい。フォローしてるんですよ。はいはいはい。で、結構、現役当時の、前世紀の、映像とか、写真とかを上げられてるんで、むちゃくちゃ面白いんですよ。じゃあちょっとヒストリー的なところが見れるという。ポール・オンドーフね、ちょっとそんなにこう。新日本も来てますよ。猪木さんの時代に来てますかね。はい。藤波さんからどっちか、やられてますね。あ、そうですね。まあね、誰だろうっていう方はぜひチェックしてください。そうですね。まあ、伝説の、はい。すごいビルドアップされた体だったんですけど、首かどっかから痛めて、右腕だけかなが細いのかな、左腕かどっちかがね。はい。まあそういうね、生き様というかね。はいはい。まあそこを見せるのもまあプロレスだという部分ありますから。はい。いやーだからね、ちょっとこう、そこも踏まえて、で、今回は、インパクト勢と。はい。いう感じ。いや、でもね、僕、このネバー6人、取った時に、どうなるかなと。はいはいはい。全然最近見えなくて、まあ、ひょっとしたら短命に終わるんじゃないかっていう思いもあったんですけど、やっぱこう、この3人で、ね、並ぶと、なんかね、絶対俺は取られたくないと。なるほど。はい。あ、なるほど。そういう意識がね、3人で働いてんじゃないかなっていうね。なるほど。負けん気がこう。よりこの3人の。3人が、ね。まあ負けず嫌いの3人が。負けず嫌いが。それ加速すると。そうですね。はいはい、はい。なるほど。うん。まあ、なんだろう。その、コミュニケーション取れて、仲がいいタッグではないですけども、はいはいはい、なんかそういううまいこう、なんかプライドが、うまく作用してるチームかなっていう気がしますね。確かに、じゃあ誰が取るのかっていうと結構難しいですよね。うん、これもうちょっと、実力的にもね、はい、そのネームバリュー的にもちょっとトップの3人じゃないですか。うん、でもやっぱり組んでみて思ったんですけど、はいはい、僕一試合一試合、はいはい、ビッグマッチ、はい、ね、地方会場を限らず、はいはい、石井選手の試合に対する熱量っていうのは、はい、毎回ね、はい、尊敬するというか、はい、リスペクトが、はいはい、うん、途切れることがないですよね。うん、つまりじゃあその天山さん、はい、天山さんチームだったらもうめちゃくちゃバチバチ、うん、瞬間的に持っていくじゃないですか。はいはい、姿勢は本当すごいですよね。うん、すごい。常在戦場というか。うん。本当に、いい刺激を受けますね。はい。ねえ。そうですよね。はい。まあでもね、このネバー6人タッグもありますけども、はい、このね、秋の両国を終わると、はい、11月、12月。そうなんですよ。で、まあ、大阪11月ビッグマッチがありますけど、はいはい。大体ね、この秋の両国終わると、はい、東京ドームカードが、はい。ぼんやり見えてくるんですね。そうですね。まあ、はい、おそらくですけど、メインカードは両国、まあもうね、それも発表してます。はい。から、IWGP 世界は、はい。確定すると、うん。じゃあ、その他のカードどうなるんだと。はい。はい。だから、東京ドーム大会のメインでもう内藤は決まってるんですよね。決まりましたね。はい。はい。だから、権利証はね、システムはなくなったんですけど。そうですね。ちょっと知った問題ありまして。はい。なんですけど、まあ、結果的に、はい。自己発信、内藤さん自己発信からの、まあ、会社認め。はい。そして、あれ、トートバッグ発売と。トートバッグも発売と。あれ、すごいね。商品部も抜かりがないなと。抜かりないな動き早いなと。早いですね。速攻で作ってましたよね。手書きをそのままね、そうです、プリント、写真撮ったのか、はいはい、プリントしたのかわかんないですけど、うん。すごく早かったですね。うん、なんで、まあ、そこが確定するのと同時に、はい。まあね、谷さん、あとでも、今年も3ヶ月なんで、はい。もう残り。うんこれはもう急ピッチで。はい。東京ドーム。はい。動いていくと思います。一人見えてきてない人がいるんですけど。あれまあ、でも僕は東京ドームはね、はあ、シングルマッチがしたいんですよ。あらはい。大丈夫これ。あなるほど。ちょっと驚きの発言。あ東京ドームシングル。はい。東京ドームは僕はシングルマッチが、はい。やっぱりね、はい、年一の晴れ舞台じゃないですか。はいはい。まあ、ね、はい、だからタッグに向いてないんだって言われそうですけど。そういうところだと正しい。そういうところだとって言われるのは覚悟で、覚悟の上で、まあまあ、東京ドームはシングルで出たいと。あまあ、それを言うのはね、別に自由じゃないですか。まあでも 2days じゃなくなったじゃないですか。そうなんですよ。ってことは試合数がやっぱり10か11とかそんなんですよ。そうですね。だから、うん、一気に半減したわけですから。うん、まあまあ、もともとね、ワンデイズでしたけど。はい。で、棚橋選手は今年の東京ドームは、はい、まあそう、武藤さんと。はい。まあ、6人タッグ。6人タッグ。その前年が、はい。健太さん。はい。との、伝説の。2021年だ。はい。はい。ですよね。ラダーマッチ。はいはいはい。はい。なんで、うん、まあやっぱり、シングルが、うん。はい。シングル希望です。やっぱり、シングルが好きと。はい。はい。これでもじゃあね、うん、いろいろあると思いますよ。そうなんですよね。なんか今言うとね、はい、ただのわがままに聞こえますけど。そうですね。あとまあね、はい、まあ実質的にタイトルマッチなのか、うん、なんかスペシャル、ね、シングルマッチなのか分からない。田中さんの中で、このや、はい、こいつだみたいなのでいるのか。まあ今岡田のことを言いましたけど、はい、僕も年間通して誰かと交渉してるってわけではないので、はい。決定的にあの選手とリベンジマッチしなきゃみたいなことがね、はい。そこまで思い浮かばないですよ、ねはい。まあでもやりたい選手はいますけど。あらはい。それはちょっとあれですかね。はい。いや、まあ、伏せときます？言いますか？いや、全然言っていいですよ。あ、どうですか？はい。辻とやりたいですね。あ！はい。昨日ね、昨日、また、前哨戦で昨日結構、はいはい、序盤でね、当たって、はいはい。はい、ああ、今こういう感じなんだっていう。なるほど。はい。ちょっと僕のアンテナに。これはちょっと波紋を呼びそうですよ。はい、うん。はいはいはい、まあでも、そのね、令和の三重士、はい、ね、みんな言わないですけど、はいはい。それぞれいいなと思って。なるほど。うん。やっぱフロントマンは、海野翔太になってますけど。はいはい、そうですね。はい。はいはいはい、一番こう、選手として完成されてるのは、辻かなと。はいはいはい、で、一番伸びしろがあるのが、成田かなっていう。まあ、それぞれ3人をね、評すると。はいはいはい。うん、辻選手ね、この間のオスプレイ戦もすごい試合やりましたから。はい、そう。うん。もうメインイベントは、ですね、立派なね。はっきり言って。はい、で、僕が、新日本プロレス、はい、運動能力テストみたいな、はい、よくあるじゃないですか。はい、学校始まって体力テストみたいな。ありますね。50メーター測ったりとか、はいはいはい、走り幅跳びとか、はいはい。あれやって、はい、まあ1位は岡田かなと思うんですよ。ああ、短距離とかね、はいはい。総合的な。2位がね、多分辻きますね。ああ、そうですね。ぐらい運動神経がやばいですね。あオスプレイと、はいこう、まあ、拮抗するぐらいのものが、ね。拮抗するぐらいの、のがないと、うん、あそこまでいかないですね。うん。まあ、あ、そうか。じゃあ1位岡田だとしても2位オスプレイとかね。まあ、もしくは2位、はい、3位を、そうですね、その辺ぐらいの、はい。膝が悪くなかったら内藤が入ってくるんですよ。なるほど。うん。あいつむちゃくちゃ運動神経良かったですからね。うん、なるほどな。この辺はね、やっぱちょっとキャリアによってっていうのあるかもしれない、ねはい。そうですね。怪我の具合もありますからね。なるほど。ちょっとこれはね、はい、大きなあれですけど。はい。まあ、実現してないですもんね。うん。渡米前にやってます。シングルマッチはね、はい、ヤングラインの時にね。やってますね。はい。あで、まあ、その関係性からもね、うん。っていうのありますから。はい。まあ、ちょっと、ね。どうなるかね。そうですね。はい。まあ、ネバー6人の戦もある。残しつつ。もちろんそれはね、シェリー選手たちに勝ったら。はい。はい、と思いますし。見えてくるか、ドーム。これね、だからどういう、まあ、あと AEW 勢だけどのぐらい来るのかとか。そうか。来ないのかとか。ね、はい。僕、AEW のね、はい、チャンピオンの、はい、英語三文字。ああ、MJF。MJF。はい。負けっぱなしですから。はい。あるじゃないですか。はい。そうだ。はい。MJF。MJF。あ今度、J ホワイト選手との構想が始まったみたいですね。ね、J ホワイトボッコボコやられてましたね。謎の集団に。バックステージね。なんかあの辺もね、複雑に、だからなんか不思議なもんですよね。なんかこう、離れた選手だけど、こう、うん、まあ、別世界で繋がってるみたいな。はい。うん、いやー、J ホワイトもう一個抜けてほしいな。そうなんですよね。うん。なんならもうちょっとね、チャンピオンになって、死に来るとかね。はい。まだね、うん、AEW で、大関かなっていうね。はい、まあ、横綱なんだけども、本来は。はい。本来はもう横綱クラスのね、うん、実力者というか、GB も取ってますし。日本時代を見ているファンの方は、こんなもんじゃないだろうっていう。そう、そういう感じ。じくじたる思いがね、うん、ありますから。はい。僕、J みたいな体になりたいですから。はい、なりたい J と。JJ と。さあ、というわけでね、なりたい J じゃないですよ。希望を述べてどうすんのじゃあやってくださいよ。なりたい、そうです。お願いしますと。何度も言ってますよ。何度も。もう早は3年経ってますからね。そうですね。和田君もね、監視を続けています、はいうん。ちょっとね、あと時間なくなってきたんですけど、まあ、はい、あとちょっと、田中さんにお聞きしたいのは、はい。まあ、ジャスト5ガイズ、4ガイズ。ああ、そうですね。僕神戸で、ね、開催させてもらって一番の衝撃でしたね。まあ、今年一番クラスと言ってもいい。うん、毎年ね、やっぱりなんか、衝撃的な事件があるんですけど。神戸でね、何か起こりますか？神戸ね。吉橋氏が転んだりとかね。そうですね。はい。すいません。よし、ごめん。悪意はないよ。あと、ヒクレオ選手がね。ああ、そうだ。裏切ったりとか。そうだ。下道選手もね、ちょっとターンしたりとか。そうですね。はい。なんですけど、まあちょっと、あとその、真田選手対イービー選手ね、両方決まってますけど。ちょっとボッコボコやられてますからね。これはどういうふうに、田中さんご覧になってるのかなっていう。うん。いやー、金丸選手、衝撃でしたね。ジャストファイブガイズで T シャツとかね、ジャージとか、ね、なってるわけじゃないですか。そうなんです。ジャストフォーガイズになっちゃって。そうなんですよ。これどうします？誰か一人加入します？ね。まあ、あとその、まあ、ファイブになったとして、さらに6にするのは難しいですよね、今度ね、またね。そうですね。はい。その辺をどういうふうに考えられてるのか、ちょっとね、よくわかんないです。ジャストファイブガイズは収まりがすごくかっこいいじゃないですか。ジャスト6ガイズだとちょっと多いなって。そうですね。ね。言い方もちょっとね。うん。僕、いきます？ジャスト6ガイズ。いや、5人目の。ああ。X は。ないな。そうですね。ないな。まあちょっとね。はい。いろんなとこは困ると思いますよ。困りますね。いろいろ困りますね。その、ちょっといろいろ考えてもらっていいですか？勝手にね。ちょっといろいろ進行してるものあるんですけど、みたいな。ちょっとスタンドプレイが山のような仕事があるんですけど。スタンドプレイが目立っちゃってね。まあでもちょっとね。いや、でもね、やっぱジャストファイブガイズは5人だからこそ5人の関係性っていうのがすごい深かったじゃないですか。なので、ね、太一とか、ね、同期とか、金丸選手、との関係性も深いし。あそこ、だから本当に、まあ、そこの精神的なつながりが元でなってるチームというか。うん、確かにその通り。なんかこう、会社からこう、なんかね、はい、こう、そうですそうです、はい、新しくこう、売り出すというよりは、はい、選手同士のつながりから生まれたユニットというか。そうです。だからこう、まあ、ね、ユニットってこう、生まれて、勢力を強めるためにこう、はい、足していくみたいなこともありますけど、本当に、その絆が5人。はい、多分ね、真田くんも、金丸選手への尊敬とか、信頼度とか、相当高かったと思うんですよ。そうですね。同じね、もうむちゃくちゃ運動神経いいんですけど、どっちかというと、技巧派タイプのレスリングが好きじゃないですか。本当はそうですよね。金丸選手ほどプロレスの達人はいないので、はい。そういった意味では多分ね、心底リスペクトしてたと思うんですよね。そこのね、裏切りというか、反動なので、このね、タイトルマッチ前に、相当ね、真田来てると思いますよ。精神的に。しかもね、その、相手側についたわけじゃないですか。そうなんですよね。はい。ちょっとね、今こう冷静に整理してみましたけど、真田の精神状態、心配、これ。ねえ、そして、まあ、ちょっとね、その東京ドームかかった一戦ってもありますし、まあ、イービル選手がまたここ、なんかこのもう、すごいじゃないですか、勢いが今。もう水を得たイービルみたいな。まさに水を得た。はい。これ。悪の限りをね。この、コロナ禍でね、ちょっとその、なんと、こう、存分にこの悪行が展開できなかった部分ってあると思うんですけど。そうですね。やっぱりこう、拍手はできてもブーイングはできないっていうね。うん。今そこのこう、リレーションシップも含めて、どんどん巨大化してるところなんで、これはね。いや、フラストレーション溜まってますよ。ね。応援してくれてるファンの皆さんもね。ね、じゃあぜひちょっとこの、これ結末はね、どうなるのか、誰か、来るのか。そうですね。来ないのか。来ないのか。太一さんはどうなるのか。そうね。太一もだいぶ凹んでると思うんでね。太一さんこそね。確かに。もう本当にね、まあ、太一と、その金丸さんの関係性ってね、本当に太一 YouTube に飲みながら出たりとか。仲いいですよね。あそこはね、本当に、だいぶ来てると思いますね。ね、精神的支柱というか、ユニットの。だから、僕ももし、まあ、僕が本当にイービルさん、もしその、ファイブガイズを崩そうとして、したら、確かにそこを崩す。そこ取るなっていうね。ね。だからこう、ね、戦国時代にこの時代を、この武将を引き抜くみたいなね。何っていう、うん、そこは一番きついところだっていう感じじゃないですか。うん、知能というかね。そうです、ね。うん。潤滑油というか。そうです。そうね、三国志の話もさっきしてましたけど。ね。はい。真壁さんとね。真壁さんと今ね、話題ですけど。はい。真壁さんと本間さんが超人、関羽でね。はいはいはい。すごいね。高校大将のうち二人が。そうです。ね。趙雲空いてますかね。そう。趙雲ね。趙雲紫龍がここにいますけど。はい。大募集中と。はい。高校大将なりてえな。はい、そうですね。はい。だけどちょっと時間オーバーしてしまいましたね。そうですね。という感じなんで。はい。というわけで、まあ今回ね、秋の両国からドームへの展望ってね、喋ってきましたけど、一人見えてきてない人がいるんですよ。はい。僕です。まあちょっとね、はい、今後だからその辺はまあこの逸材の腕の見せ所じゃないですか、これちょっと。まあそう、どこに発信して誰に絡んでいくかっていうね。はい、どういう風に。急ピッチでね。はい。うん、アンテナ張っていかないとね。どう盛り上げてね。うん。そしてこう実現させていくのかって、これもまた。そうですね。まあでもその僕がやりたいカードと、ファンの方の見たいカードのね、この隔離があってはいけないので。なるほど。見たいカードをこうイメージしながら絡んでいくとかいうかね。うん。年一ですから。そうですね。ドームですから。はい。ね。盛り上げていきましょう。ありがとうございます。はい。というわけで最後に告知です。はい。新日本プロレスは、秋の両国。はい。10.9 ですね。はい。10.9 東京ドームではなくて、両国国技館。そうです。大会が、間もなくというか今日。来週の月、1週間前ですね、今。1週間前だ。はい。まだね、前売りチケットありますので、はい。ぜひね、秋の両国は何かが起きますから。これはね、もうこれ歴史が証明してますし。はい。はい。ね、僕、内藤ってやったのも10月だったかな。はい。2011年ね。いろんな10月、まあ、それこそ東京ドームへのね、最後の、はい。都内のビッグマッチという意味ではもういろんなことが。はい、2015年、とか、15年じゃないかな。AJ ともやってる気がするんですね。最近ね、ツイッターに AJ との、見た。なんか TNA の時の試合が結構長めに上がってきて。すごい試合でした。ねえ、はい。で、スタイルズクラッシュ原型ちょっと違うね。そうそうそう。足またいないね。僕見ました。あれなんで出てくるんですかね。多分、かたくなに僕が手を離さなかったのかわかんないですけど。あれ、ちょっと、結構危ないですよね。画面ガーンって。ちゃんと受け身を受けないとね、吉田さんみたいな大事故につながるという、ね。いやー、でもあれファンの方が上げてるから、きっとダメなんでしょうけど。そうですね。ね。なぜかでも僕も見ました。ダイジェストになってね。はいはいはい。うん。いや、もう、すごい試合。あれ、確か僕、いいねを押しちゃったかもしれない。正さんがいいねを押したから上がってきたんです僕だった。はい。ね。まあまあ、そういうこともある。はい。秋の両国。はい。まあね、この年始に向けてね。はい。盛り上げていきましょうということで。はい。はい。ありがとうございました。はい。以上、棚橋弘至のポッドキャストオフでした。ありがとうございました。ありがとうございました。